マクシム・セルヒオビチ・カリニチェンコは、ウクライナ・ハルキウ出身の元サッカー選手。ポジションは MF。また、父親もアマチュアで GK をしていた。17歳で、ドニプロに入団すると、その年のうちにトップチームに加わり、U-21 ウクライナ代表にも呼ばれた。しかし、ドニプロと論争が起こり、カリニチェンコを含む、数名の選手が解雇された。そして、 スパルタクモスクワへと移籍した。スパルタクモスクワでは、ロシアリーグや、ロシアカップ制覇を成し遂げた。カリニチェンコ自身も、投票によって2006年で最も素晴らしい、ウクライナ人、レフトミッドフィールダーに選ばれた。また、同年ウクライナ初のワールドカップに出場した。ワールドカップ後、カリニチェンコの元には、マンチェスターユナイテッド、バレンシア、ボルシアドルトムンと、 ウィガンはアスレティックといったクラブが接触したと報じられた。しかし、長い間ベンチ要員となっており、フラストレーションが溜まっていたカリニチェンコのもとに、ディナモキエフと全所属クラブであるドニプロからオファーが届くと、2008年夏、フリーエージェントで再びドニプロと3年契約を交わした。ありがとうございます。